1月のね、十何日仙台でタイトルマッチをしてタッグの、それを最後に欠場してますね。4ヶ月だな、もうね。俺膝、両膝悪くして人工関節してんだけど、股関節もねだいぶ良くなくてですね、大腿骨とね骨盤のこの隙間がもうなくなっちゃって、やっぱ奇形しちゃってきてんだ、だから正直ね治るような問題じゃないんですよ。去年の夏頃からもう違和感が出てきて、で徐々に悪化してきて、まあまあ1月もうパンクしちゃったっていうかさ、ただね、レスラーである以上はさ、プロレスをしてなかったらねレスラーと名乗れないしさ、まあ俺の、ね、経験とキャリアを持ってすればなんとかできるんじゃないかなと思って、復帰を決断しました。一生懸命もがいてもがきながら、頑張ってますよ、昨日の武藤敬司には負けるかっていうつもりで毎日トレーニングしてますよ。俺はまだ戦える。今の若い選手もう俺のことうざったくってしょうがないと思うよ。なんだこのジジまだやるのかよとか思ってるかもしれないけどさ、そんなことはクソくらいだとこっちも思ってるからね、相手とか周りとかね俺どうでもいいんだよ。もう戦いはもう自分自身だから、本当にもう自分自身が一番敵であり、そこにね丸藤がいようが小島がいようが相手に塩崎がいようが、ね、清宮がいようがそんなに意識しないですよね。ただ年齢ね、まあ年齢は誰でもね避けて通れないわけであってさ、常に戦ってますよ、年齢と。プロレスラーとしての人生を選んだからこそ戦いが終わることはない。終わるわけにはいかない。プロレスなフォーエバーの気持ちでやってるからさ、フォーライフとしてやってる中でプロレスを通じてね、まあ、試合もさることながらやっぱり生き様も見せていきたいじゃないですかね。やっぱり元気な武藤敬司で当日頑張れればいいかなって、まあこれも一つの試練だと思って、頑張って乗り越えて、かっこいい武藤敬司頑張りますよ、メインイベント丸藤直道小島さとし武藤敬司 VS 田中将人清宮海斗塩崎剛